はい、皆さん明けましておめでとうございます。カシーです。現在2020年1月1日元旦の1時30分ぐらいですね。ちょっと今から家から歩いていける結構有名なちょっと神社に行って、初詣に一人で行ってきたいと思います。ちょっと2020年は行動の年にしたいと思ってまして、ちょっと早速新年早々初詣に行ってきます。じゃあ行きます。はい、今神社に向かって歩いてます。で、今結構距離があるんで、ちょっと今年の2020年の目標みたいなのを軽く話していこうかなと思います。まあ目標というか、 YouTube 最近始めたんですけど、2019年の12月ぐらいに。で、2020年にはまあ目標は大きくってことで、登録者10万人ちょっとかなりでかい目標なんですけど行くのと、あとちょっと一つ夢があって、東京オリンピックでサッカーの決勝見に行って、そこで日本の試合決勝で日本のオリンピックの試合決勝を見て、日本が優勝するとこを見たいっていうのが夢です。あと、そうですね、行動できる年にしたいですね。今年はたくさん今まで以上に行動していきたいです。結構今日は寒いですね。じゃあ今からどんどん進んでいきます。はい、神社に着きました。ここからですね、結構山の上にある神社なんで、ここからちょっと歩いて頑張って登っていきます。はい、頑張ります。思ったより混んでないですね。なのでいつもかなり昔は並んでたと思うんですけど、最近は並んでないんですかね。もうちょっと頑張ります。頂上に着きました。結構大変でしたね。じゃあ今からお参りしていきたいと思います。なんか売店とか買ってます。じゃあ今からお参りします。はい、初詣終わりました。新年最初からちょっと初詣行くっていう行動できて、ちょっと嬉しいですね。達成感ちょっとほんのちょっとありますね。ということで、今年は YouTube 頑張る年にしていきたいので、皆さん応援よろしくお願いします。ではさよなら。